ごめん、同級会には行けません。今会社のトイレにいます。この仕事が全然終わらずに僕は途方に暮れてます。本当はあの頃が恋しいけれど、でも今はもう少しだけ頑張ってみます。僕のやってるこの仕事もきっといつか誰かに押し付けて見せるから。限界社畜日記。